スマイル体操は介護予防を目的とした体操です。ご紹介した転倒予防を目的とするバランス&ストレッチバージョンの他にも、筋力アップを目的とする筋トレバージョン、認知症予防を目的とする脳トレバージョン、飲み込みなどのお口の機能を鍛えることを目的とする口腔バージョンがあります。すべてのバージョンで椅子に座ったままでもできます。詳しくは札幌市のホームページに各体操のお手本動画と解説動画がアップされていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。誰でもできる簡単な体操で、いつまでも生き生きと笑顔で暮らしていきましょう。目指そう、生き生きスマイルシニア。